さてさて、この中からデビューの栄冠を手にするのは果たして誰か。私もです。次は4番、織部翼ちゃん。翼？織部翼です。よろしくお願いします。なんで翼がオーディションに。さっきのは一体。翼ちゃんはどんなアイドルになりたいですか？私はみんなを元気にしてあげられるアイドルになりたいです。じゃあ翼ちゃんがそう思うようになったきっかけは？皆さんも聞きたいですよね。私、昔ひどく塞ぎ込んでしまったことがあって、周りの人たちは私を気遣ってくれたんですけど、それがプレッシャーになってしまったというか。でも幼なじみだけはさりげなく普段と同じように私に接してくれて、それが励みになって少しずつ元気が出るようになりました。だから私も幼馴染のように誰かを元気にしてあげられるようになりたいです。ところで、その塞ぎ込んでしまったのは何があったんでしょうか？それはもしかしてお姉さんと関係ありますか？翼ちゃんのお姉さんはアイドルの織部彩葉さんですよね。はい、そうです。言ってくれなきゃ。こんな大切な情報どうして黙ってるかな。で、どんなお姉さんだったの？明るくて歌が上手で、何より とても優しい姉でした。でも翼ちゃんのお姉さんは5年前のいわゆるこけら落とし消失事件で消えてしまったんですよね。なんか質問変じゃね。こけら落とし消失事件って昔役者とか観客が集団失踪したあれか？消えてしまった大好きな姉を思い悲しむ少女、なんという悲劇。私も涙なしでは語れません。
翼さ、あなたの大いなる才能と引き換えに大好きなお姉さんに会えるとしたらどうしますか？実はあなたのお姉さん織部彩葉さんをこの場に呼んでいます。何が起こってる？いやお前たち、絶対にそいつを逃がすな！あれの依代の最有力候補だ！一体何が起こって、翼！助けに行かないと。翼！え？ここ一体
ダイタマンなのか。急いで。え？あの人が危ない。この奥へ急いで。今の子は？いや、今は翼を探そう。よこし、よこし、しかも、よこし、よこし。今の声は？あれは？さすが戦列に戦列を重ねたよりしろ。翼ちゃんの方も時間の問題。順調だな。ねえ、翼。よこし。え？地下に。よこし。よこし。